あんなものを呼び出すなんて。まだだ、まだ倒れるわけにはいかねえ。やってくれたじゃねえか、オルガン。そんな骨董品まで持ち出しやがって。わかりません。そうまでして世界を終わらせたいのですか？ああ、終わらせたいね。終わらせたくて終わらせたくてたまらない。てめえらもアコラーツだったならわかるだろうが、ベニタスが全てをリセットしてくれるんだぜ。そんな最高なイベント見物しないでどうするよ。相変わらずネジが飛んでやがるぜ。ヴィンス、ハニースイート、てめえらふぬけと違ってよ、あたしはいつだってベニタスを召喚するために戦ってるんだぜ。今も昔も変わらずな。来いよベニタス、あたしが世界を悪意で満たしてやっからよ。好き放題吠えやがって。どうしたみんな、ここで終わりなのか？君たちならまだまだやれるはずだぞ。だって君たちは私が見込んだ可能性なんだから。ジュンユンは格闘家なんですよね？すごく強いと聞きました。もちろんですよ、たくさん鍛錬してますから。ハニーさんも一緒に鍛錬してみますか？おお、それは斬新です。ハニーにも殺人技が使えますか？ええ、飛び切りの殺人技を伝授してあげましょう。なんだか物騒な話ですね。メガネのお兄ちゃんの得意技は何ですか？俺？そうだな、サーフィンと言いたいところだけど、やっぱりコンピュータかな。おお、メガネのお兄ちゃんはとっても頭がいいんですね。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、メガネがアイデンティティみたいに言うのはやめてほしいな。ハニーちゃんが加わってまた一段と賑やかになったね。どっかのおっさんと違って素直で可愛いし。ああ、それ俺のことか、くるくる頭。くるくる頭とは何よ、これはお団子でしょ。そうですよ、ビンス、みんな仲間なんですから、仲良くしないとダメです。オーケー、じゃあ俺とも仲良くしてくれるかい、ハニー。デブはあっち行け。やっぱりかよ、なんでこんなに嫌われちまったんだ。単純に生理的に受け付けないんだと思う。気持ちはわかる。さすがシオニャンさんは共感力高いです。シオニャンに共感力だと？おいミートバルーン、ハニーと仲良くしたいなら実力を見せるこった。ハニーは強いやつには一目置くからな。だろ？そうですね、良い豚さんは死んでいる豚さんだけです。言葉の意味はよくわからんが面白い。大人の力見せてやるぜ。まあ他の奴らも加勢してくれてもいいけどな。陽気じゃん。デビルダウンロード、you
な無事だね。やるではないか、ちびっこ。そっちこそです。ちょっとだけ見直してあげます。へいへい、お二人さん。少年漫画みたいな熱い展開も結構だけどさ。今日集まってもらったのは大事な会議のためだぜ。なあ、そういえばそうだったな。議題はハーモニー教団との共闘についてか。それもある。でもその前にはっきりさせておきたいことがあるんだ。どういうと？そもそも俺たちリベレイターズはアーコライツを倒すために集まった。でも計らずとはいえその目的は果たされてしまった。俺たちが望むなら戦いをやめて普通の生活に戻ることもできる。そうだよな。ええ、確かにそうです。でもたとえアコライツが倒れても連中が信奉していたベニタスの脅威は健在だよ。絶滅イベントですね。人類が絶滅するほどの最悪だと三崎天音さんは言っていました。そう、それを知ってしまった以上普通の生活に戻るなんて無理。わかってるさ。世界は今も危機に瀕してる。だから俺は決めたんだ。何を？新しい組織を作る。